動画をご覧くださりありがとうございます。今回はツイッターからシンガーソングライターで俳優の星野源が12日深夜インスタグラムのストーリーズを更新し、安倍晋三首相がうちで踊ろうとともにくつろぐ様子をツイッターにアップしたことについてコメントした。この日安倍首相が同曲を流しながら自宅ソファーで愛犬を抱く姿やカップ片手にくつろぐ姿を公開し、賛否両論が上がっていた。星野は一つだけ安倍晋三さんが挙げられたうちで踊ろうの動画ですが、これまで様々な動画をアップしてくださっているたくさんの皆さんと同じように、僕自身にも所属事務所にも事前連絡や確認は事後も含めて一切ありませんと報告。うちで踊ろうなどのハッシュタグをつけながら、この画像リポストやツイート等はして構いませんとした。同局は新型コロナウイルス感染拡大を受けて、星野が家でじっとしていたらこんな曲ができました、誰かこの動画に楽器や伴奏やコーラスやダンスを重ねてくれないかなと呼びかけ、大泉洋や高畑充希らがさまざまな形でコラボし話題を集めていた。はい、ということなんですね。私もこの動画をさっき見たんですけれど、特別安倍さんを好きでも嫌いでもないので、まあ普通に笑ってしまいましたよね。なんだこのセレブ感はと。まあ政治一家に育った方ですからね、あれが安倍首相の日常なんでしょうかね。それでもいろんな意見があるようで、安倍さんを嫌いな人はですね、当然ここぞとばかりに叩きまくってるし、音楽関係の方で星野さんは、曲やダンスでコラボしてほしいって言ってたのに、そういう意図に敬意を払っていないと怒っている方もいましたね。でもバナナマンさんたちもですね、真顔で映ってる動画でコラボしていましたから、安倍さんもあれはあれでありなんじゃないかっていうふうにね思いますけどね。 YouTube の動画で池田隼人さんが言ってたんですけど、国民のガス抜きをしようと思ってるんじゃないかと、狙いは。それはね、なるほどなって思いましたね。みんなこの時期ですね、ストレスを溜め込んでるので、ああいう動画をですねポコッと上げて炎上の種を作ったのではということなんですよね。まあそんな意見もありました。星野源さんは政治利用されたのかなんていう意見もありましたけれど、まあそんな大げさなことでもないと思いますよね。若い人たちが見るからそこに乗っかってみた、そしたらですねちょっと炎上しちゃったみたいなところがあるんじゃないでしょうかね。星野さんもですねこの動画でまあ楽しく遊んで大変な時を乗り越えようってことでシェアしてくれたものだと思いますから、安倍首相がそれを使っても私は別にいいんじゃないのっていうふうに思いますけどね。動画では安倍首相が犬を撫でたり本を読んだりですね、あとお茶飲んだり、最後はテレビのリモコンをピッとかやってるんですけれど、カットがこう変わるんですけどね、あれ撮ってたのは昭恵夫人だったりするんでしょうかね。そう考えるとやっぱ面白いなと思うわけなんですけれど、はい、皆様はどのようにお感じになりましたでしょうか。コメント欄よりご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。登録後に現れるベルマークをクリックして全てを選択するとベルが鳴っている状態になります。これで新着動画のお知らせなどが届くようになりますので、令和芸能チャンネルを気に入っていただけましたら、登録と合わせてベルのクリックまでしてくださると嬉しいです。はい、最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。